はい、それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。では始めていきましょう。2025年、司法書士合格講座、秋生、全体構造編の第1回目、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。ここから約15ヶ月、人によっては20ヶ月ほどお付き合いになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまず、講義を始める前に、いろんな、手ほどきをしたいと思います。画面の方をちょっと見てやってってください。まず、持ち物についてです。持ち物の方ですが、まず本日、ブレイクスルーテキスト、分厚い冊子のものが一つ。それともう一個、講義ノートというもの、英語サイズの小さいサイズのもの、こちらの二つの方が必要になります。で、次回からは基本的に講義ノートだけ持っていただければ結構です。本日ブレイクスルーテキストね、使うところだけ使って、次回以降はその小さいやつだけ持ってきてください。で、もう一つ、六法の方があるんですが、結論から言うと、参照できれば何でも構いません。参照できれば何でも構いません。ちょっとこちらの方ですが、全体構造ブレイクスルーの方、全体構造ブレイクスルーの方にちょっとパラパラめくっていただきたいんですが、そちらの方にね、六法のおすすめみたいなのが載ってるんですよ。よいしょ。よいしょ、すいません。ページの方で言うとね、25ページとついているところです。こう25ページのところに六法の種類というのが載ってまして、受験生が多く使っている六法の方が載っております。こちら左の方から署名、出版社名で、横に、ね、不動産登記規則、商業規則、供託規則と載っていて、普通の六法にないんです、これ。で、判例、裁判所の見解が載っているものもあれば、薄いものもあると。すごく充実したのが20丸。で、登記先例。これが法務省の見解のものなんですが、もうこれは載ってるのが珍しいぐらいなんですね。で、どの六法がいいですかっていうと、どれでもいいですよと。で、ただそういうと多分皆さんね、この丸6番を多分考えると思うんですよ。全部載ってるからと。で、この丸6番選びますと、なんと、このぐらいの重さが入ってきます。値段が約6000円です。で、買うじゃないですか。で、受験終わるまでにね、20分の1も使わないんですよ。で、6000円。ってなると、いや、気持ちわかりますよ。形から揃えたいという気持ちはわかるんですが、おすすめが全くできない。じゃあ、どの六法がいいんですかっていうので、結論言うと、いらないかなと。まず一つの方法として、実はね、使うとしても民法ぐらいしか使わないんですよ、受験生の方って。民法しか使わないんですよ。なんで、まず一つの選択肢としては、スマホのアプリで、民法だけ取り込んじゃう。で、いろいろあります。条文番号を打てばすぐパッと出てくるようなものもあります。で、そういったものでスマホの中に、ね、取り込んじゃうっていうのもありますし、ちょっとそのあたり自信ないなって方はね、図書館でも何でもいいので、六法、民法だけね、民法だけコピーするとか、パソコンで、ね、民法だけ印刷しちゃうとか、で、構いません。で、必要な条文は大体テキスト等に入ってますので、なかったとなかったりなんとかなります。なんで、六法がないと勉強ができないってわけじゃありません。あくまでも参照で使うってぐらいなので、こちらの方はお買い求めになるかならないか、コピーで済ませるか、スマホで済ませるか、もうこのあたりはもう本当にご自由にしてください。ということで、少しお願い事がもうちょっと続くんですが、よいしょ。次、お願い事。講義中なんですが、食事の方はちょっと控えてください。匂い等でちょっと周りの方に迷惑になってしまいます。ただ、水、お茶等など、水分に関しては全く問題ありませんので、ぜひ積極的に飲んでいってください。こちら、エルタン本校だとね、ちょうどこの階の、向こう側かな、の方に自販機の方もありますし、1階の方にコンビニもあります。で、2、携帯電話の使用。これ、通話の方は控えてください。ただ、人によっては、連絡事項があるとかいうことは絶対ありますので、そこでなんかメールを見てるとか、LINE を見てるとかいうことに関しては特に言いません。なので、そこに関してはね、電源かけてる分には構いません。ただ、Siri などが発動しないようにお願いします。昔それが発動されてしまって、音声が出てしまったということがあったんですよ。なんで、そこだけ注意してください。
で、あとは質問自体ですが、講義中はちょっと収録をしてますので、講義の終了もしくは休憩中の方に質問の方はしてください。はい。で、また講義自体は、1時間25分で一旦10分休憩、また1時間25分という形でトータル3時間で行っていきます。で、1時間25分の、だいたい1時間程度のところで、ちょっと軽い小休憩を教室内に取ります。で、その後に25分やって、大休憩を取ってから、また新しくという感じで進めていきます。講義の本体自体は、こちら講義ノートの方に入ってから説明していきます。ちょっとまずはね、司法書士の業務、また司法書士の資格試験について説明していきます。気軽に聞いてください。ブレイクスルーの方をお願いいたします。ブレイクスルーテキストの方、大きな冊子の方の、こちらのページの方は、どんどんパラパラめくっていただきまして、3ページの方を開けてください。第1章、司法書士の業務内容と。本当に気軽に聞いてくださいね。はい、こちら目次があって、その後第1節、登記業務と書いてあります。不動産あるところに登記ありと書いています。で、この登記業務、メインは不動産の名義変更業務、名義変更業務と思ってください。不動産を買ったり売ったりすれば名義の変更がいります。で、この名義変更をするのがこの登記業務と思ってください。で、簡単かって言ったら結構難しいです。で、実はね、ネットで調べればね、自分でやれる登記って書いてあるんですよ。あるんですよ。でもね、銀行絡んだら、絶対自分でやらせてくれません。銀行は絡んだ場合ね、融資とかで銀行が絡んだ場合は、司法書士かませないと絶対融資が来ないんですよ。まあ、実際、うちのね、私、司法書士登録する前に家を買ったんですよ。で、その時に自分で登記するって言ったら、ダメって言われたんです。絶対司法書士をかませないと、もう銀行はタッチしてくれないんです。で、理由はまた後に説明します。で、こういったね、名義変更が、まあ、司法書士の主な業務と思ってください。まあ、ちなみに名義変更っていつ起きるかっていうと、まあ、大体大きく言うと2つで、1つは、売買です。売り買い。まあ、これが圧倒的かな。で、全体の2割から3割ぐらいが、相続なんです。都市部と地方で売買って多いか少ないかとってみると、まあ、都市部の方が売買多いけど、地方部でも、まあ、売買ないとは言いません。じゃあ、今度は相続、どうでしょう。都市部は死にやすいけど、田舎は死にづらいと。そんなことないですよね。都市部だって、地方だって、相続って起きるんですよ。だからなんですが、司法書士って全国各地にいるんです。ちょっとこちらの方、ちょっとお配りしませんが、ちょっと画面の方を見てもいただけますかね。こちら、パンフレット等に出ているものなんですが、これ何かと言いますとね、全国1756都市に弁護士と司法書士はどれぐらいいますかと、っていったものをね、表した図なんです。で、弁護士さんは、33.4% の市区町村にいます。で、司法書士は 77.3 と非常に多くの市区町村にいらっしゃるんですね。多分研修言われるんですけどね。土地あるところに登記あり、土地あるところに司法書士ありと。このね、司法書士の業務って、本当に、全国各地にあるので、そのね、司法書士のいるところってすごい多いんです。で、一方、弁護士さんの業務ってどうしても、紛争型のものが多くなってしまうので、どうしてもね、都市部の方に集中してしまう傾向があります。よいしょ。で、今、私売買と相続って話をしたんですが、実は、近年、法律改正がありまして、
相続の名義変更っていうのが、実はね、今まではね、相続の名義変更は、やりたかったらやればいいと。必要がなかったらやらなくていいと。ということで、かなり放置されていたんです。で、それが、実は法改正で、相続の名義変更を義務にしたんです。で、しかもこの義務というのは、これから起きる相続だけじゃなくて、今まで起きたものも義務なんです。で、もっと言うと、この義務っていうのはもっと言うと、一定年数やんないと、過料が取られるんです。お金取られるんですよ。ってことで、もう来るのは間違いないと言われてるのが、相続登記バブルと言われてます。今まで放置していた人、これがわっさかと来るというふうに言われてるんです。はい。まあ、これがメイン業務の一つ、相続ってところになり、不動産登記というものになります。じゃあページめくりましょうか。4ページ、5ページ。第2節、4ページの方ですが、訴訟業務と。これちょっと冒頭3行、ちょっと見ますとね。簡易裁判所訴訟代理権によって新たに職域が広がった分野です。平成15年4月より、司法書士も簡易裁判所民事権によっては、弁護士と同様、法廷に立つことが可能になりましたと。昔は本当に弁護士さんだけでしたが、今は司法書士も弁護活動ができるというふうになっています。ちょっと注意点が2つほどあります。一つが、こちら。民事に限ってます。刑事や少年事件は対象外です。あともう一個はね、簡易裁判所と。ちょっとよかったら数字入れてください。140万、140万。簡易裁判所、140万。140万までの事件を扱うとこなんです。140万までの事件を扱うとこなんです。はい。ということで、民事事件で140万に限ってってことなんですね。ただ、人のお金の貸し借りって、だいたいそれぐらいなんですよ。企業ですね。企業ですね。一般人同士のお金の貸し借りって、まあ、本当に50とか30とかぐらいなんですよね。で、ちょっとまた画面の方にデータを一つ出すとね。これ、ある年に、簡易裁判所で、代理人を立った時に、この代理が、弁護士だったか、司法書士だったかという統計を取ったんですね。そうしましたら、弁護士が全体の56%で、司法書士が44%だったんですよ。別に弁護士だったら勝ちやすいとか言うのないんですよ、別に。で、実際事件数は本当に増えてます。昔の統計で申し訳ないんですよね。平成13年の時には30万っていう事件だったのが、27年には80万件と。非常に増えてるんですね。はい、これ何にしましょうかね。じゃあ今度は右のページの方、5ページの方を見てください。成年後見業務と。ちょっと冒頭3行だけ読んでみますとね。成年後見制度は平成10年4月にスタートしたもので、認知症や知的障害、さらには精神障害などの理由で財産管理や契約締結が難しい人を保障、保護し、支援、サポートする制度です。まず誤解ないようにお願いします。ここは介護するという仕事ではありません。これは法律や契約の壁になってあげる。法律や契約の壁になってあげるお仕事です。まあ、この制度ができると発端となった事件なんですけどね。
とあるご夫婦のところに、まあ、ちょっとよくわからないけど、そのリフォーム業者が来たんですよ。超悪徳リフォーム業者が。あー、家の点検に来ました。あー、そういうのいいです。じゃあ、あらしてください。ただですから。あー、じゃあお願いします。って言って、床下の方行くんですね。何もないんですよ。なんで、シロアリ巻いてくんです。で、シロアリ巻いて、いました！え、嘘！じゃあ、天井もお願いしていいかしらと。って言って、天井の方見てもらったら、全然全く問題ないんですが、なんか、切り取って、あー、これ腐ってますよと。って言って持ってって、これぐらいね、工事がいりますよって言って話を持ちかけてって、高額なリフォーム契約を結ぶ。で、後で分かったんですが、その方々、ちょっと軽い認知症が入ってたんですね、ご夫婦とも。で、金額が大きかったせいなんでしょう。自殺をしてしまったんです。こういった認知症の方をね、食い物にする方はいらっしゃるんですよ。で、そこの間に司法書士が入るんです。間に司法書士が入って、不当な契約はやらせないよと。変な契約はさせないよと。仮に契約をしても、キャンセルさせるよと。というような形で、権利を守ってあげるお仕事なんです。財産を管理して、権利を守ってあげる仕事。これが、成年後見業務というものです。雑談です。これを一件取っておくと定期的な報酬があると言います。というのが、この財産管理というのは1ヶ月やればいいというわけじゃありません。ずっとです。で、一度こう、財産管理を始めると、まあ、その、ある意味こう、その生涯渡って財産管理業務を進みますので、ずっと定期的にお仕事が入ってくると。いうことで、まあ、新人の司法書士の先生は、大体こちら、第三節ができるように研修等を積んで、この第三節の方で定期的な収入を得ていくと。言い方が多くいると思ってます。で、今言った3つが、まあ、メイン業務ということになります。で、まあ、特にね、3ページの登記業務が、まあ、本当にメインのメインなんでしょうか。3ページのね、業務をやってない人の方が珍しいぐらい。4ページ、5ページは、ああ、そっち、お宅やってるんだ、うち全然やんないんだよね、っていうのがいるんですが、登記業務をやらない人は、まずいない。というぐらいです。ただ、それでも、4ページ、5ページの業務も今、どんどん増えてます。6ページ、進めてください。6ページ、その他と書いてまして、いろんな業務範囲が載っております。本当に、カッコ1、カッコ2、カッコ3、もうタイトルぐらいで構いません。本当にいろんな業務にどん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 広がりを持ってます。私はもう二十何年前に受かった人間なんですが、その時はね、司法書士は登記しかないよって言われたんです。で、それがどん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 ね、広がってきたというのは、なんか実感、なんか、ああ、どんどんやってるんだなっていうのが強く実感するところなんです。まあ、その反面なんですけど、だんだんこの資格を取る法務省側の要求がだんだん上がってるんですよね。なので、じゃあ次は、こういった業務をやるための司法書士、どういう試験なのかということを説明していきます。7ページから司法書士試験というのが始まっています。ちょっとこちら7ページ、第1節、試験の特性というところ、ちょっと文章長いんですが、7行ぐらいかな、読んでみてください。ちょっと古めかしい言い方になるんですが、この試験の特徴、実務家登用試験と、まあ、ちょっと古めかしい言い方なんですけどね。特徴はね、試験に合格する特に仕事ができるんです。
角度変えて言うとね、他の資格のものって、受かって、研修を2、3年積んで、やっと、お仕事ができる。ってのがほとんどなんですよ。で、この試験、実は、10月に試験の最終発表があって、あ、11月だよ。11月に最終発表はね、理論的にはね、12月に登録申請をされれば、12月にすぐに開業できるんですよ。すぐに開業はできちゃうんです。合格すれば、すぐ仕事ができるんです。だから、どんな人を受からせるかって言ったら、仕事ができる人を受からせるんです。仕事ができる人を受からせるんです。仕事内容が試験に出ます。だから、受かればすぐ仕事ができる。仕事内容が試験に出ると。なんで仕事内容がね、結構色強くいろんなところに反映してきます。まあ忘れないうちに言っとくと。実は毎年なんですが、受かった方の1割程度、肌感覚ね、1割程度がすぐ独立します。即独立と書いて、まあ即独って言うんですよね。1割程度の方がね、やってるんです。他の試験者はまずないです。っていうのは、できるのかっていうと、もう本とか買わずにね、受験の時に使ったものを使うと。うん、あとは、Google。あとは、同期の仲間を使う。ということで、本当に1割程度の方が、本当にすぐに独立しちゃってるんですね。特に、年齢が高くなればなるほど、その傾向は強いです。また就職の話とはね、また後にしようと思いますが。じゃあ、その試験の話、行きましょうか。8ページ、9ページ、行ってください。9ページの方お願いしようかな。で、9ページ。司法書士、試験スケジュールと書いてましてね。これ、試験自体は2回あります。ここ、7月に筆記試験というのがあるの見つかるでしょうか。7月。ここに。あと、10月、ここに公示試験ってあるの見つかるでしょうか。これ、2回試験というのは、2回のチャンスがある、ではなくて、2回の関門です。7月の筆記試験をパスした人が、10月の公示試験が受けられると。そういう仕組みです。2つの関門なんです。で、この10月の公示試験、実は結論を言うとね、無視して構いません。で、この公示試験っていうのはね、試験官2対受験生1でやる問答型の試験なんですよ。こんな感じです。こちらが受験生で、向こうが試験官と。では、所有権移転登記に必要な書類を述べてください。はい。登記原因証明情報と、識別情報と、印鑑証明と、住民票と、代理権限証書です。そうですね。では、印鑑証明書はいつ作った必要がありますか？いつでもいいんじゃないですか？よく。1ヶ月。もうちょっと長いんだよな。ん？はい、そうですね。じゃあなんで3ヶ月という縛りをかけてるんでしょう？そうなってるから。うん、じゃなくて5年前とか6年前だとどうかな？印鑑変わってる恐れあります。その通りです。試験官に二人って言いましたよね。私の時ね、隣寝てました。明らかに寝てました。ええ、これね、どうもね、替え玉かどうか見たいだけっぽいんですよ。で、もっと言うとね、落ちる方法あるんです。落ちた方に話を聞いたんですよ。あなた、公示試験で落ちたってどうしたんですかと。生まれたんです。日本語でお願いします。いや、だから生まれたんです。出産だったんですよ。ちょうどその日に出産になって行けなかったと。で、行けなかったから、これ落ちてしまったと。行かないと落ちます。行かないと。ただね、これ、翌年は、行かなかった場合落ちるじゃないですか。で、落ちたらね、翌年は、ここ免除です。翌年は筆記試験免除なんです。翌年また公示からでいいんですよ。これね、皆さん7月にね、願書が配られたらね、ぜひ見てください。そのチェック欄があるんです。
私、去年筆記試験受かってますっていうチェック欄があるんですよ。っていうぐらい、もうこの口述試験自体は、もうね、これはもう、皆さんは試験勉強としては無視をしてやっててほしいんです。だから狙いは7月の筆記試験だけと思ってください。じゃあ改めて上から順々にカレンダーを追ってみましょう。画面を使いますが、分かんなかった時は画面見てください。分かる場合は自分のやつ見てください。4月、願書配布出願。受験資格、年齢、性別、学歴等関係なく誰でも受験できます。全く大卒履歴とか全くいりません。で、出願期間、5月中旬、上旬から中旬と。で、大抵、レックに通ってる方、レックの方で、配布というか、配ります。配るというかね、もらいたい人はね、レックの方にありますよっていうふうに置いてあります。なので、わざわざね、通ってる方は、取り寄せる必要はありません。ただ、通信等の方については、必ず自分で取り寄せてください。毎年一定数いるのがね、レックから願書が送られると思ったのに送られなかった。よって俺は出していない。よってお前らのせいだ。いや、絶対違うと思うけどね。まあ、そういうよくわかんないことを言う方がたまに見ます。こちらの方はぜひお取り寄せください。で、次。7月筆記試験。この筆記試験が、午前と午後に分かれます。午前が2時間、午後が3時間の試験です。で、午前、択一式マークシートと書いてます。で、これ、五択の試験と思って、五択。五個から一つ選ぶ。五個から一つ選ぶ。で、科目問題数。憲法、民法、商法、刑法。合計35問、105点満点、1問3点です。1問3点満点です。1問3点の 35×3 の105点満点です。一方、今度午後。午後の方、試験形式、択一式マークシート。で、もう一個、記述式っていうのがあります。で、この記述式、誤解内容をお願いします。これは論文ではありません。論文ではありません。これは実務の書類を作る試験です。実務の書類を作る試験です。実務の書類を作る試験。受かったら、法務局に申請書って紙を出すんですよ。受かったの仕事の中心は、法務局にね、書類を作って出すのが仕事なんですね。で、それができますかってのを聞いてくるんです。まあ、税理士さんって、申告書って試験範囲じゃないはずなんですよね。あと、弁護士さんが訴状が試験範囲かっていうと、まあ、一部試験範囲ですけどね。試験、まあ、メインじゃないんですよ。この試験、本当に仕事内容がそのまま試験です。本当に仕事できれば受からせますよっていう試験なのね。はい。で、戻りますと。で、あとは試験科目、択一式、記述式と。というふうに、あります。ちょっとこれ、数だけ数えましょうか。ほんとね、科目の数をちょっと数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、等、11。この試験が難しい理由、いろいろあるんですが、一つ目の理由は、11科目を1日でこなす。これが一つ目の理由なんです。11科目を1日。これ試験、資格試験によってはね、今日は所得税法だけ、今日は何法だけっていうふうにね、特化してる試験もあるんです。
それならね、まだそこに没頭できるんだけど、11科目あって、それを全部やんなきゃいけないんですよ。全部のね、マックスをその日に持っていかなきゃいけないんです。それがきついところなんですね。はい。じゃあちょっと戻りましょうか。そのカレンダーの形式に戻りましょう。よいしょ。で、この後、9月下旬から10月あたりに、筆記試験の合格発表がされます。で、これが受かると、先ほど言った右の×って振った口述試験。こちらを受けて、最後、10月下旬から11月上旬に最終発表がされると。で、最短でこっからすぐ手続き取って、1ヶ月後に登録できる方もいらっしゃる。こういう形です。あ、で、ちなみになんですが、ごめん、ちょっと言っとこう。この7月の筆記試験なんですけど、これね、第一日曜日になります。第一日曜日になります。かつて7月1日が第一日曜日でも実施しました。はい。で、もしよければね、この第一日曜日、来年の第一日曜日、時間が取れたらね、一回はね、受けてほしいなと思うところです。本番じゃなかったとしても、ぜひね、受ける準備はね、ぜひね、日にちが明けられね、ぜひ開けておいてください。よし。で、ちょっとここをもう少し細かく見ます。色つける必要はないです。この試験は大きく言うと3つに分かれます。午前択一、午後の択一、午後の期日と3タイプに分かれます。午前択一、午後択一、期日と。左側のページの方に図表があるのを見てほしいんです。左側のページ、8ページの方です。8ページの方に、午前択一、憲法、民法、刑法、商法、午後択一、そして期日というふうについているのが分かると思います。で、見てほしいのがね、何問ずつ出てるかってことなんです。これ全部ね、均等に出ているわけではないんですよ。これね、仕事との関係なんです。一番多いのが上から二つ目、民法ってやつですね。民法はほぼ毎日使う法律なんです。お仕事で。一方ね、一番上の憲法を使う日なんてない。使うことが、まあ、めったにないので、問題数が少ないと。いう形で、仕事と問題数が、本当にね、比例してるんですよ。いうことで、実は、これも、難しさになってるんです。メリハリが必要になります。実は司法試験とかだと、憲法っていうのと、刑法っていうのと、刑法が同じだけ出るんですよ。だから同じだけ力をかけるんです。てか、学問分野で言うと、同じぐらいの学問分野と言ってもおかしくないんです。ですが、この試験で、民法と同じ力を刑法にかけちゃ絶対いけないんですよ。出てる文字が違うから。でもね、刑法が楽しいんですよ。勉強すると。で、やっちゃいけないんだけどって、ね、どんどんそっち行っちゃうと。もうこういったね、もういかにこう力を抜くとこ抜くかというのも大変なところなんですね。ちなみにちょっと8ページ戻ってもらいまして、択一で多く出るものを4つ、ちょっとなんか線かなんか、つけてくれません？択一でよく出る、多く出るもの4つ。
おそらくこの4つになったかと思うんです。この4つのことをね、まあ、受験用語ではね、主要4科目とか主要科目とか言ったりします。主要4科目とか主要科目って言ったりします。では、ちなみに、この点数が何点満点かもちょっと確認してもらっていいかな。午前択一が35問の105点満点。で、午後の方も択一の方が同じ。35点の105点満点。で、期日、申請書を書く方が、こちらの方が、1問35点の70点で、合計をしますと、そちら200、こちら280点満点というふうになっています。じゃあ、どんだけ取れば受かるのかという話に行きましょう。10ページの方に行ってください。合否判定と書いてあります。で、中身に行く前に先に強調しておきます。何点取ればいいかは、年によって違います。何点取ればいいかは、年によって違います。試験種によっては、優しかろうが難しかろうが、7割取んないと落としますって試験があるんです。この試験はそうはなってません。年によって合格の点数は違います。よし、じゃあそれで行きましょう。こちらの方に表がありまして、こちら、全部で3分野ありました。択一式午前、択一式午後、期日式とあるんですが、ここにね、基準点クリアってあります。この基準点というのは、足切り点って思ってください。足切り点。でね、この足切り点は、毎年違います。毎年違います。で、偏差値で言うと、だいたい60程度。偏差値で言うと、だいたい60程度が足切り点と設定されやすいです。偏差値で60程度。でね、ちょっと別の数字言うね。多分点数書いちゃうと、多分その点取ればいいって思っちゃうからね。誤解ないように言うと、これね、だいたい、だいたいね、3500位程度。3500位程度がだいたい毎年要求されるんです。昨年の受験人数が、出願人数がね、16133です。昨年の出願人数が16133人。で、だいたいの基準点が毎年3500位。上から3500位ぐらいがだいたいの基準点です。もし年によってはね、年によっては4000になったりとかね、2700になったこともあるんだけど、だいたい3000ぐらい。で、これをクリアするとね、記日式っていう書いてまして、この記日式っていうのが採点されるようなんです。何言ってるかというと、択一式って5択でマークシートなんですよ。だから機械で読み込ませなきゃいいんですよ。で、記日式ってね、手で書くんです。で、手で書くので、実はね、採点官が現役の司法書士なんですよ。だから、この1万6千人分、現役の司法書士の先生に採点させたら、大変なことなんです。で、これちょっと数字入れとくといいんですが、こちらね、だいたい毎年ね、2000人まで絞ります。1万6千から2000人程度絞ります。今年ね、ちょっと多くて2400だったんですけどね。で、またここも基準点ってのが設定されていて、これが、だいたい上から上位1000人、だいたい半分ぐらい。でね、この意味を言うと、まずね、
例えば、午前科目、すごく得意だけど、午後はすごい苦手だって言います。これだけで落ちる可能性あるんです。午前の足切り点は超えても、午後は超えなかった。で、均一も僕の得意だと。って言っても、落ちる可能性あるんですよ。これちょっと今年の数字だけ言っちゃうとね、今年の数字だけで言うと、今年はね、午前が26問、午後が25問の成果がいるんです。35問ね。だから今年例えば、令和5年の場合、午前を35点満点取っても、午後は24問しか取れないと、これだけで落ちるんです。午前が26、午前30でも午後24だったらそれだけで落ちちゃうんですよ。ってことで、ここ、難しさのところ、メリハリはいるにもかかわらず、苦手を作ることが許されないんです。三分野につき、俺ここダメだって言って、苦手意識は持つのはいいんだけど、苦手で取れない、ここは捨てるっていうことができないんですよ。で、このように、今言ったように足切り点を全部超えましたと。で、それで受かるかって言ったら、実は、まだあるんです、関門が。ここ、全部基準点を超えるのは大体1000人と言いました。そっからね、600人。また絞りが入ってたんです。600人。そっから競争なんですよ。全部基準を超えました。これが1000人います。そっから上から600人が取られるんです。で、これを取ると、だいたいこれ筆記試験が合格って扱いになります。じゃあ、これどれぐらい受かってるんだろうと。っていう話をちょっとしたいと思います。今度はページの方は次のページかな。11ページにまた表があります。で、これどんな表かっていうと、左から、出願者数、どんだけ願書を出したか、受験者数、何人受けたか、合格者数、何人受かったか、合格率、出願者を分母、今年、令和4年だと1万5000を分母、1万5000を分母に660を割った場合、受験者を分母、1万2000を分母に660を割った場合の数字が出ております。合格率で言うと、もう近年は、右ベース、左ベース、出願者ベースで言うと 4.2% というふうになっています。司法試験って合格率 25% なんで。司法試験。で、司法書試験って合格率が 4% だから、だから司法書試験の方が難。いや、違うな。いや、違う。絶対違う。これ何がこうなっちゃうかって言ったら、受ける母体なんですよ。司法試験って、予備試験とか法科大学院に行った方しか受けられないんです。この試験って誰でも受験できるんですよ。誰でも受験、でね、ここの数字見た？ここ。あのね、これね、出願足りてないから。出願足りてないんだよ。出願してるのに、こんだけ受けてないんです。あのね、結構他の資格試験と比べてもね、結構率は広いらしいです。結論言うとね、大体皆さん受けるじゃないですか。前の人ね、大体ダメです。私、もう受験が全部でね、
二十何回受験してるんですよ。受かってますからね。受かってますからね。受かってるんですけどね、毎年ね、入って、回答速報を出すために、ね、毎年受けてるんですよ。でね、私の前の年、二十何年間受けてますけど、受かったこと一回もありません。で、それどころかね、大学の行動で大体前の答案見えるんですよ。で、見えるとね、もうそんな感じなんですね。毎年前の人がね、ああ、こっちもダメでしたか、という感じの人ばっかなんです。やっぱね、11科目あるから、終わりきらないで来る人はすごく多いんです。で、実際、どれぐらいの人がちゃんと勉強できてんのかな、と、って思うと、私は大体、5000から、6000人ぐらいだと思ってます。ちゃんと勉強できてる方は。なんでこんな数字出したかと言いますと、公開模擬、模擬試験の人数なんです。予備校を使ってても、使わなくても、最後の模試ってどれか1回受けるんですよ、普通は。で、レックはだいたい模試の人数が、まあ、だいたい3500から4000、1回いかないかな ?3000 ちょっといくぐらいにしましょう。で、他社で多くても、ある他社が2000ぐらい。で、ある他社で1000ぐらいなんですよ。もちろん絶対被ってますよ。被ってますけど、それ合算してもだいたい6000ぐらいなんです。で、そう考えれば、6000から660だから、そこまでひどくないんですね。なので、はじめね、合格率が 4% だってところで、うって思うかもしれませんが、実際蓋開けてみると、そんなでもないんです。ただ、もちろんですよ。この6000に入るのが大前提だからね。やっぱここに来るのがやっぱ一つ難所なんですよ。ここを超えていれば、その先はそこまでひどくはないってことなんです。上げたり下げたり上げたり下げたりしますけど、じゃあ次は上げますね。で、次上げるんですが、何が上げるかと言いますとね、実はね、今受かりやすくなってるんですよ。ね、ちょっとまずね、ここ見てほしいんですけどね。出願者がずっと減ってるの分かるでしょうか。実は出願者がもう半減ぐらいまで一回落ちたんです。ただ、司法書士業界としてはね、一定人数の新しいメンバーが来ないとまずいと、って考えて、合格率を上げてってんです。誰でしょうか？同じ合格率だと、もうどんどん新規の参入が減っちゃうんですよ。新規の参入が減ないように、合格率はどんどん上げたんです。で、その後ね、こっから、上昇に転じました。ちなみにこれ書いてませんが、令和5年が出願者が、令和5年は出願者が16、さっきから書いてか。16133、16133と上がってます。ですが、一度上げた合格率は下げなかったんです。だから実は人数が、こちら、多分皆さんに出てる数字が660だと思うんですが、660なんですが、令和5年は人数695人なんです。やはりやっぱり一回上げた合格率ってなかなか下げられないんじゃないかなというところなんですね。なので来年のね、皆さんが受ける2年後のね、試験になった時に、もうできればですよ。できれば、知り合いを2、30人巻き込みましょう。知り合い2、30人巻き込んで受けてもらうんですよ。そうすると、人数増えますよ。
もちろんその恩恵はあなたが受けられるかどうかは知りませんが、人数が増えればいいことが起きると思います。上げたのか下げたのかよくありませんが。というところで、大体このあたりにいたしましょうか。で、また試験制度の分析についてはいろいろ私持ってる情報があるんですが、まあ初回でそれよりもなんなので、ちょっと一旦これ切りたいと思います。以上で、ちょっとブレイクスルーテキストでの説明は一旦切りたいと思います。では、講義ノートの方の方にちょっと回ってください。回してください。で、ちょっとね、切りがいいので50分程度になりますが、ちょっと教室内で軽い休憩にしましょうか。首を揉む、足を回す、何でも構いません。いいにしましょう。もうちょっとしたらね、本格的な休憩に入りますので。飲料水とかある場合は、別に講義中であろうが、別にグーグー飲んじゃってくださいね。本当に。私に失礼だとか、そんなことありませんので。またね、多分これから、まあ、今は1日1講義なんですが、そのうち、土曜日とかは、1日2講義とかになってきます。で、そう、結構ね、疲れたりしますので、座布団を持ってくる方とか、あとね、靴を脱がれる方とか、靴にね、サンダルになる方とか、あと新聞紙を置いてね、安くしたりとか、いろんな方がいらっしゃいます。何年か前かね、加湿器を置かれたと。しかも、ふーってるやつ。さすがにそれはやめてくれと、言いましたが、リラックスできるものであれば、アロマもやめてくださいね。そういうものであればね、なんかいろんなものを持ってきてください。はい。では、これから全体構造編講義ノートというのを使って、説明をしていこうと思います。ちょっとこれ、ページの方、2ページ、3ページとめくってみてもらえるでしょうか。あ、で、そうでした。これ自体なんですが、もともと外販書籍、外で外販書籍のものをね、使っております。まあ、ちょっと私が出版しているこの合格ゾーンテキストというもの、こちらの方の抜粋版になってます。なんで、初めの方はページ番号はずっと続いてるんですが、そっちでページ番号は連番じゃなくなってます。で、これ抜粋なんですと、一部分をね、ちょっと抜き取ってるので、途中でページ数の連番がないとしても、それ楽勝というわけじゃないので、ご注意ください。また、こちらの書籍のね、抜粋にはなっているんですが、別にこの書籍じゃなくても、皆さん持っているもので、十分講義の方は問題ありませんので、そちらの方を使ってください。はい。で、まず、このテキストの仕組みをちょっと説明しますと、テキスト自体は、色付けが結構ですよ。イラストと説明文になってます。イラストと、説明文っていうふうになってます。で、このイラスト内容を下で説明している。イラスト内容を下で説明していると。いう感じでテキストの方は作られてます。で、皆さん講義の時は、ぜひ、このね、イラストにどんどんメモってください。下に書いてあるからいいや、じゃなくて、イラストにどんどんね、メモを残しててください。で、そうしとくとね、復習の時に、イラストと自分のメモを見て、一回読み込む。中身を見て、二回目の読み込みになると。いう形で、情報に二回接することができます。なんで、書いてあるからといってメモらずに、メモるんじゃなくて、メモらないでね、ちゃんとメモってもらって、メモとイラストを見る、そっちで読み込むって形で、2回、情報に接してほしいんです。まあ、後々言うんですが、私の仕事っていうのは、必要な情報が何かっていうね、皆さんに必要な情報はこれで、これじゃないよっていう情報の取捨選択っていうのももちろんあります。でも、はっきり言えばそれって、ネット等を見ればいくらでもゴロゴロ落ちてるんですよ。私の仕事のほとんどっていうのは、皆さんの脳に叩き込むことです。どうやれば刺激的に叩き込めるかってことを研究してます。ですので、情報が載ってるからという感じじゃなくて、私は、まあ、皆さんね、脳に入りやすい方法を指摘しますので、ぜひ指導にできれば従ってください。よいしょ。ってことで、ちょっとこちらの方ね。今言った話の進め方って話。イラストを説明文になっている。で、文章自体は後で復習の仕方言います。復
復習のやり方を説明しますが、文章自体は講義中に読むことはほとんどありません。なんで、文章は復習の時にぜひ読んでください。また、講義ノットの特徴。合格ゾーンテキスト、民法1の抜粋となってますので、今日連番にはなってない点だけご注意ください。よし。では、実際にこっから講義の方を始めていきましょう。講義ノートの2ページの方を開けてください。法とは何かと書いてあります。直接試験には出ませんが、法律を勉強している人は絶対に分かってる。大前提です。はい。で、そこに真ん中にこういうスライドがあるのを見てください。社会規範って書いてます。で、このね、規範っていう言葉なんですが、平たく言えば、この規範っていうのは、ルール。守るべきこと。ルール。守るべきこと。って思ってる。これから規範って言葉がね、結構出てきますが、これ来たね、ルールとか守るべきことって思ってください。で、社会の中のルール、守るべきものにはいっぱいあります。道徳、宗教、慣習というものもあれば、法律もあります。色つけなくて結構です。ここには大きな差があるんです。法律という守るべきルールと、それ以外のルールには大きな差があります。どこに差があるかっていうと、ざっくり言うとね、破ったとき違うんです。ルール破りをしたときに大きな差をつきます。じゃあ、それどういうことかをね、次のページの上のイラストを使って説明します。もしイラストの場所が分かんなかったら見ててくださいね。よいしょ。左側には法律と道徳宗教と書いてます。ちょっと書きましょうか。道徳宗教、このルールを破る。道徳宗教のルールを破ってしまいました。そうすると右、社会的評価が下落する。うわぁ、あの人道徳守ってない。うわぁ、あの人そういう人だったのね。まあ、そんな風な感じでもう周りからうわぁっていう風に見られてしまうと。一方、法律を破った場合はどうかと。っていうと、法律を破った場合、また同じように右下、評価は下がります。うわ、あの人あんなことやっちゃうんだ。で、だけでなく、そのまま右、法律を破った場合、国家の強制力、国家の強制力が待ってます。もっと言えば、国家の強制力。国家の強制力で従わせるんです。法律のルール破りは、法律のルール破りは、国家の強制力で無理やり従わせるっていう力があります。これが道徳との大きな違いです。じゃあね、まあこれ言ってもなんなんで、もう具体例を出しましょう。こういうルールを破ったら、こうなりますよと。ってことを説明しようと思います。で、これがね、3ページからずっとイラストが3、4、5、
ドクト、いろいろイラストがあると思うんですよ。これがね、破った時の流れなんですが、7ページにちょっとまとめたものがありますので、7ページにどんどんメモっていってください。で、復習の時に3から7までしっかり読んでみてください。でね、これからやる7ページのね、こちらの絵というのは、もちろんこのテーマでも重要なんだけど、この後やるね、いろんな科目にすごく影響してきますので、最後この順番は覚えてほしいんです。これまた言いますね。ちょっとざっくり言いますよ。今これ載ってるんですか、いろいろ順番が。こう、見ない。見ないで、最後、どういう順番で何があったかっていうのがね、ざっくり言えるようにしてほしいんです。また後でちゃんと言います、そのやり方は。よし、じゃあと書いていきましょうか。じゃあね、まずどんな話だったかと。ってところからいきますと、よいしょ。左の A さんが右の B さんに100万円を貸しました。でね、この借りた B の方は、まあ、ごくごく当たり前なんですが、借りたお金を返す義務。借りたお金を返す義務っていうのが B さん側に発生します。で、これは後でちゃんと強調しますが、民法というルール、民法というルールが規定しています。ただ今回の B さんが、俺は返さねえと言って、返してくんなかったんです。B さんが民法のルール破りをしていたんです。じゃあこれどうするの？A さんがいます。下裁判所ってあります。訴え提起、訴え提起。民事訴訟を起こすんです。訴訟を起こすんです。払うように命じてください。払うように命じてください。訴訟を起こすんです。裁判所の左下、2番、審理判決と書いてます。この審理っていうのはざっくりです。調べるでいいです。調べるでいいです。残念ながら世の中にはお金を貸してもいないのに訴える方がいらっしゃいます。お金を貸してもいないのに訴える方がいらっしゃいます。本当に貸したのか、それをね、いろいろ書類を見たりとか、場合によってね、人を呼んだりとかして、本当かどうかを聞くんですよ。で、横、判決。これは結論と思って、結論。調べた上で結論を出します。その結論が判決って言われるものです。内容を見ますと、判決。B は A に100万払え。こういう判決が出ます。これ命じてるってわかるでしょうか。はい、じゃあ結論言いますよ。A さん、大変だったね。B さん、借りたでしょ。払いなさいな。もうこれ払いなさいって言ってるんですよ。出て、ここでね、まあ、普通の B はね、言ったか、俺の誤解だったな。ごめんね、A 君。なんだよ。払いに来た。払っただろ、お前も。ほんとごめんね、って言って、払ってくれりゃいいですけど、そうじゃないのもいるんです。こうなった場合は、もう無理やりしかないんですよ。
また A からもう一個下の矢印見て。A から右下の矢印もう一回見て。丸三、競売申し立て。裁判所から丸四、強制競売と言います。ちょっと振り仮名振っといて。競売じゃなくてこれ競売って言います。競売ではなく競売って言います。一般的にはね、競売なんだけどね。ここね、文字ね、切った方がいいかもしんない。強制と競売で。強制と競売で。強制っていうのは無理やり。強制っていうのは無理やり。競売っていうのは、まあ、昔ながらの言い方が、なんかな、オークションとか、入札。そんなイメージ。オークション、入札にかける。もしよかったらね、インターネットで見てやってください。あの、BIT で検索かけるとね、あのね、競売物件の一覧が出てるんですよ。何かというとね、あの、不動産業者でね、あの、不動産探すみたいな感じで、山手線沿線で、マンションで、駅から何分ぐらいで出てませんか、ポン !2 件あります。おーんで、で、何最低のね、最低の値段決まってるんですよ。これ以上の値段で入札してくださいと。書いてあって、いくら出そうかなって考えて、日にちも書いてあるんです。何日までと。で、何日まで書いてあるので、その手続き取って入札をする。入札ってあの、値段書いて出すんだけど、安い人が買えるか高い人が買えるかって言ったら、もちろん高い人。高い人が落札すると。高い人が落札すると。こんな風にね、こういった入札をやってしまうんですが、これ、強制なの。強制。B が、嫌だ嫌だって言ったとしても、やってしまうんです。だからこれ最後に追い出されます、B さん。もし済んだ場合は。追い出されます。はい。で、その人の文章。C が買い受けて、その代金、単価代金の中から A が100万回収すると。ちょっとこれ図の方付け加えるね。今回 C さん買ったんですよ。C さん買ったの。で、買った C さんがお金を払うんだけど、これね、裁判所に払うんです。裁判所に払うんです。150万で C さんが落札しましたと。そうしましたね。C さんは、これをね、裁判所に払うんで。あのね、これ、B のものを買ったから B に払うべきじゃないかと。B のものを買ったから B に払うべきじゃないかと。って思うかもしれないけど、B に払ったらね、多分持ち逃げする。多分持ってどっか行くと思う。なので、これ裁判所に払ってもらいます。で、この後、流れわかる。これ、払った150万でしょ?そのうち、こっちに100いくんですよ。こっちに100いくんです。ちょっとこれ、またもう少し G 加えてもらっていい?これ150万入れるところ、ここに、代金、納付って書いて。代金納付。
そしてもう一個お願いします。最後、A さんに100万渡しますが、A さんに100万渡しますが、これをね、配当と言います。配当。配当。配当と言います。ちなみに50万残るんだけど、これどうなるんだっていうと、50万はね、まあ一応 B に行くことにはなります。B に行くことにはなるんですが、ただね、こういう B って大体他から金借りてるんですよ。大体借りてるんで、B のところに行くってことはね、まあ現実ないです。大体他にね、俺も貸してるんですって大体来るんで、大体まあ B のところに行くことはまずないです。ということで、これまず一連の流れになっていくんですが、ちょっと一回ざーっともう一回ね、流れ追っかけてくんない？頭から。で、追っかけていただいたら、一回見ないで、順番を思い出してみて。見ないで。で、危なければ見て。でね、危なければ見て、思い出せなかったところに、なんか色かなんかってるね。危なければね、その時見て、あ、こう忘れてるってなればね、その時見て。一言一句同じ必要はないからね。この試験は、五択がメインなの。選ぶのがメインなの。だから、選べればいいんだから、文字自体が書けなくても大体大丈夫。手におはなんかどうでもいい。選べればいい。定義集なんていらない。辞書なんて買わなくていい。なんとなくこんなことが書いてあったな。で、十分なの。わかんない時になったら、目を落として色をつける。ちょっとね、私は講義中、皆さんに目立たせるためにね、蛍光ペン等をつけてますが、できればね、講義中はあんまり蛍光ペン等を使わずにね、やっててほしいんです。で、復習の時にわかんない時に蛍光ペンをつけるといいと思うんです。初めから蛍光ペンを使ってしまうと、このね、わかんない時にね、また蛍光ペン、一回塗ったものを、また上から塗られるんですよ。で、どんどん塗れば塗るほどね、黒に近づきます。だんだん目覚めになっちゃいますんで、できれば初めは淡い色で、わかんない時にどんどん色をつけていって、フォークすることをお勧めします。よろしいでしょうかね。じゃあちょっと聞きましょうか。声出さなくて結構です。どっちが先、どっちが後、お願いいたします。いきますよ。配当と訴え提起、どっちが先、どっちが後。訴えが先、配当が最後の方だったね。じゃあ、代金納付と競売申し立て。競売申し立てが先、代金納付が後ね。判決と強制競売。判決の方が先だよね。うん、そんな感じだもん。私ね、初学者以外の講座も結構やってるんですよ。2年目、3年目の講座やってるんですけど、これ今言った質問、普通に答えられない人、3分の1くらいいます。流れを抑えてない人がすごく多いんです。で、こう流れが分かれば解ける問題も結構あるのに、
そういうことをやらないって方が結構いらっしゃるんですよ。で、私講義中にね、この表は常識にしてくださいってことをたびたび言います。で、常識にしてくださいって言ったものは、今言ったように、隠して宣言する。隠して宣言するっていう作業をしてほしいんです。隠して宣言する。今日は2個から3個な。今日は2個から3個。隠して宣言するってことをやっていってほしいんです。で、また、腹心とかの話も言いますが、手に負わにはこだわんなくていいんだよ。なんとなく分かればいいんだからね。そして、隠し宣言する作業っていうのは、多くやっとけばやっとくほど、知識が出る、スピードが上がります。また、後でも言いますが、一回で受かる方って、知識の数は少ないんです。ですが、出るスピードは速いんです。出るスピードはすごく速いんです。なので、いや、これ読めばわかるよって終わりにしないでほしいんです。もう、あれこれはね、乱発して、覚えろって、そんなことしません。もう、厳選して言いますので、もう厳選したものに関しては、隠して宣言するって作業を、ぜひやってください。ってことで、何やってんだっけ？道徳と法律が違うって、道徳と法律が違うで、法律を破ると、強制的に従わせる。で、その具体例ってやつだったな。そうそうそう。6ページのスライド見てくれない？ 6 ページの下のスライド。この部分です。これ、はじめはね、借りたお金を返してないっていう状態だったんですよ。でも結果ね、何があったかっていうと、土地売って売ったお金で返してるんですよ。土地売って売ったお金で返してるんですね。無理やりだけどね。無理やりだけど。法律ってルールは、破った場合、無理やり従わせます。法律は、破った場合、無理やり従わせます。ちなみに道徳はどうでしょうかね？右のページかな？右のページの一番上のスライド。ちょっと入るか。うわぁ、先生。電車の中で目の前おばあさんのに譲らない。うわぁ、ちわぁ。ピーン止まってる。あ、はい、警察。はい、ダメでしょー。譲んなきゃー。起きなさい。やだやだ。いや、ない。いや、それはない。道徳は破っても国家は強制力使わないんで、道徳破りがずっと続いてたんですよ。法律は強制的に従わせる力がありますが、道徳にはそれがない。道徳にはそれがない。一番のとの違いね。道徳と法は、ここは大きく違うんだ。はい、ありがとうございます。ちょっと補足をします。ページの方は8ページの方に行ってください。8ページ、ポイントってところを見ていきます。法、国家権力による強制力を伴った社会規範。強制力を伴った社会規範。今のこれ強調ですね。強制力があるよと。で、今回見るのはね、左の赤文字なの。誰が強制力を使ってるか。それは、国家権力なんです。その視点で言いますと、違法な状態だとしても、
強制力を用いることができるのは国家権力だけである。その下、国家権力は強制力を使うので私人は強制力を使うべきではない。私人ってのは我々って思ってください。なんでダメなの？てか逆に良かったらどうなるかですよ。あの払わなければ最後ね、おい払えよ、払えよ、いいから払えよ、米を払えよ。お母さん。何？あそこで蹴る殴るしてる。何蹴る殴るやつだね。あそこあそこ。あれはいいのよ。なんで？あれはね、金を返せなかったの。うん。返さない場合はね、蹴る殴るオッケー。こんな世の中やだ。こんな世の中絶対だ。あの、社会秩序を考えた時にね、あの、蹴る殴るオッケーって世の中絶対やだ。じゃあね、それがなんで許されるのかと。っていうとね、ここ理屈しておいてほしいんです。これは、国家がやるんで、個人はやんないでと。国家がやるんで、個人はやんないで。個人がやると秩序が乱れる。個人がやると秩序が乱れる。国家がやるから個人はやんないで。でね、下の一行。私人による強制力行使は禁止される。自力救済の禁止って言ったりします。自力救済の禁止と。個人で強制力を使うのはダメだと。ちょっとここひねりますね。国家が使うから個人は使うなってことですね。国家がやるから個人は使うなってことですね。だったら、ちょっといろいろメモってごめんね。だったら、国家がダメなら個人はやるしかないでしょ。国家がもしダメだったら個人はやるしかないんですよ。何言ってんだ？ああ、仕事終わった、帰ってきた。はい、そこの親父。はい、そこの親父、今日は親父がいいですよ。え、どういうことわかんない。全員言うね。はい、手出して、金出してもらうか。いやいや、無理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 。はい、出してもらうか。いや、ダメ。これは違法だ。国家権力助けてもらおう。ちょっと待ってくれ。何が待つなの？ちょっと警察呼びたいんだけどいいかな。ダメに決まってんだろ？仕方ない、パンチ！聞いたことない？正当防衛ってやつ。これね、国家が使えないような緊急状態であれば、個人が使うのは許されるっていう場合があります。正当防衛。正当防衛というものがあります。刑法っていう法律の35条という条文になります。あ、36条かな。刑法の、失礼します。36条です。で、1回目の冒頭で別に正当防衛を教えなきゃいけない理由はどこにもないんです。ただ、皆さんに分かってほしいのはね、色つけなくていいですよ。法律って、ヘリクスが大事なんです。
今のこの青いとこのヘリクスね。国家がやるんだから個人はダメだっていうヘリクスを押さえておけば、じゃあ国家ができないときは個人がやってもしょうがねえだろうと。これ国家がダメなら個人がやってもしょうがねえだろう。こう繋げられるんです。でね、ちょっとお時間、前半少し伸びてしまうんですが、一回で受かる方は、三回、四回で受かる方と比べて、知識量は圧倒的に少ないです。圧倒的に少ないです。もうこれは当たり前です。勉強してる年数が違うから。でも、一回で受かってる方っていうのは、ヘリクスが強いんです。ヘリクスをちゃんと押さえているから、やってないけどこうなるはずだと。やってないけどこうなるはずだと。ヘリクスがとにかく強いんです。まあヘリクスっていうのは嫌だけどね、論理って言った方がいいですかね。論理の方がいいかな。で、私講義中にね、結構こう、私ヘリクスを言います。で、しかも結構強調したりします。で、時にね、ああ、結論分かってるからいいよって思わないでほしいの。ヘリクスを強調してるときって、絶対伏線張ってると思って。ヘリクスを強調してるとかね、絶対応用性がある、伏線があるんですよ。もって言っちゃえば、さっきも言ったんだけどね、結論なんかは、ネットなり本なり見たら載ってるんです。で、私皆さんに示したいのは、このヘリクスがすごく使えるよ。ってことを結構言ってきますので、そういったヘリクス、強調するヘリクスは、しっかり頭に入れてほしいんです。なんで別にこの刑法36条は今どうでもいいよ。どうでもいいんだけど、ヘリクスが大事ってことをしててほしいんですよ。なんで、講義中にね、この人くどいなって思うかもしれませんがね、その時はね、なんか応用が来るんだろうなって思っていただけるとすごく助かります。ちょっとお時間伸びてごめんなさい。ここで一旦休憩を挟みたいと思います。10分間の休憩の後にまた始めたいと思います。じゃあ10分間の休憩に入ってください。はい、それでは全体構造編第1回目後半の講義の方に入っていきます。今一度講義ノートの方ですが、7ページの方を開けてください。7ページ皆さんに覚えてもらうといった図の方を見てほしいんですが、ちょっとこちらのね、絵の中なんですが、ちょっと一つくくっておいていただきたいのが、よいしょ。ちょっとね、ここの部分の絵なんですが、色でも何か分かるようにしておいてください。こちらの番号で言うと、1、2のグループと、1、2のグループと、こちらの方が、3と4をちょっと分けてください。1、2と3と4。で、ちょっとこうね、このイラストの下の文章を2行だけ読ませてください。上記の図1、2、ここまでを民事訴訟と言います。上記の3と4の部分が民事執行と言います。法律が違うんです。民事訴訟法、民事執行法と。でね、ちょっとこれも覚えてる書いた。民法って書いて、民法って書いて、右上で民法と。これね、民法のルール破りをしたときに、民事訴訟法、民事執行法を別のルールで解決するのね。民法のルール破りを民法だけで解決しないんですよ。民法のルールを破った人を別の法律で解決してるんだよね。実はこの試験の11科目はいろいろ連動してるんです。これ民法って科目も試験範囲だし、民事訴訟法、民事執行法も試験範囲なんです。一つだけ勉強していても最終的な理解にいかないんですよ。いろんな法律を勉強しないと最後の最後全部が見えてこない。といった点があります。そこまでよろしいでしょうかね。で、ちょっとごめんなさい。一旦また。ブレイクスルーの方一回出してもらっていいかな。ごめんなさい。ちょっと使わないって言ったんですけど、
ブレイクスルーのね、ページのことで8ページの方をちょっと見てもらっていいかな。申し訳ないです。ちょっとこれでもう、これ使いますので。失礼しました、本当にね。ちょっと丸だけつけますと、今言ったね、民法っていうのが、ここにあって、民事訴訟と、民事執行っていうのが、ここにあるんですね。で、実は午前と午後で分かれている理由があるんです。この試験、午前と午後で分かれている理由があって、この午前は、実体法っていうのを規定しています。実体法、グループ名です。まあ、ざっくり言うと、権利義務を定める。権利義務を定める。ルールを決める。権利義務を定める。守るべきルールを決める。こういうね、法律たちを実体法って言います。グループ名ね。法律の中のグループ名。権利義務を定める。権利義務を定める。守るべきルールを定めたのを実体法って言います。一方、午後の法律は、俗に手続き法って言ったりします。実現する手続き、その実体法を破ったときに、実現する手続き、それを決めたのが手続き法っていうグループです。こういう感じで午前と午後で分かれてます。で、今言うのも何なんですかね。あのね、実体法は若い方が得意です。で、手続き法は社会経験がある人の方が得意です。これね、手続き法の中にはね、ここにハンコを押すとかね、ここに署名を送るとかね、書類をね、どうやって送るかとかね、そういう話も出てくるんですよ。で、社会経験がね、ある程度ある方は、あ、うん、なんか、うちの職場にはこういうのあるよ。っていうのはわかるんですが、社会経験やってるとね、何やってんだこの社長、なんでこんなこと引用するんだとかね、なかなかね理解しきれないところがあるんですよね。逆にね、実体法はもう年齢が若い方の方が結構好きな傾向があります。はい。で、こんな感じで午前と午後で分かれてます。で、これから全体構造編、今回から後半部分とあと2回かけて民法をやっていきます。この民法は、この試験で一番重要な科目なんです。第一、まず問題数が違うでしょ。問題数が他と比べて段違いなんです。民法で押さえてほしいテーマをいくつか紹介していく。これがこの後の全体構造の流れだと思ってください。じゃあ、改めて、ブレイクするテキストはもうこれで結構です。次回からは結構です。今回はここで結構です。次回から持ってかなくていいですよ。ブレイクスルーの方は置いといて、講義ノートの10ページの方を開けてください。民法の基礎知識と、そのように書いてあります。で、民法っていうのは、いろんな権利義務、ルールを決めていると言いましたが、これどんなルールを決めているかと。この民法が決めているルールは、ざっくり言うと2つです。取引のルールと、家族のルール。取引のルールと家族のルールを決めているのが民法です。今画面の方に書いております。取引のルールと家族のルール。皆さんのお持ちの講義ノートで言うとね、77ページまでが取引のルールの基礎知識です。77ページまで。77ページまで。で、そこから、ね、連番が切れてます。連番切れて、81ページ以降が家族のルールです。
77ページまで、連番切れてます。連番切れて、81ページからが家族のルールです。ではまずは取引のルール、こちらからいきたいと思います。ノートの10ページ第1章、売買契約ってところからいきたいと思います。これから売買契約ができるまでと、売買契約ができたら何が起きるか、売買契約ができるまでと、それができたら何が起きるかを説明していきます。と言ってもなんか大層な大きなことに見えるんですが、コンビニでジュース買うのも売買契約です。多分1日に絶対1回か2回はやる契約です。絵を使っていきましょう。この下の一番下の絵。こう、おつ、土地があるのを見てください。あ、そうだそうだ。先にちょっと手に本の話がなかった。ここにこうとかおつってありますが、これよく法律が使う言葉でね、多分ね、皆さんで言うとね、AB とか言った方がいいのかな？亀。なんかありますよね？なんかニュースかなんかで。あいつ、絶対と話しちゃう。いつか反対と話しちゃう。根元よく知る A さんみたいな感じで、こう、亀で使う場合。ね、法律でも ABC って使ったりするんですが、こう、おつって言葉も使ったりします。なんで、こう、おつってきたらね、AB みたいに使ってるんだなって思って聞いてください。じゃあ、絵の方見きましょう。左にコウさんがいて、A 土地を持ってます。で、これ余らせてるんですよ。売りたいなって思ってます。コウさんは売りたいなって思ってます。で、オツさんはオツさんで、マイホームの土地が買いたい。マイホームの土地が買いたいなと思ってるから。で、こちらのコウからいきますと。土地売りたいけどな。金払わないと売りたくねえしな。三丁目のオツ。あれ、マイホーム探してるのか。あれね、結構いい線だし、金もちゃんと持ってるだろうし、オツだったら売りてえなぁ。マイホームの土地が買いたい。駅前から近く日当たりがいい。そんな土地なんかあるわけないと思ったらある。しかも使ってなさそう。すごく買いたい、これ。もう完全な相思相愛ですよ。ですよ、相思相愛ですけど、何ですか？このままじゃ契約になりません。恋愛関係と同じですよ。もう、太郎くん好き、花子さん大好きと思っても、いつまでも付き合いになりません。どうやったら付き合いが始まるかって言ったら、もう告りますよね。付き合いましょうよと。ダメですよ、ダメ。わかりました。同じなんですね。実は、どちらかから話を持ちかけるところからスタートなんです。次のページ、真ん中のイラストを見てください。こうからおつ、申し込み。おつさん、この土地を1000万で買いませんか？話を持ちかける。こっからスタートです。話を持ちかける。こっからスタートです。話を持ちかける。もちろんこれ今回こうしてますけど、逆もあるからね。すいません、その土地余らせてますよね。この値段で売ってくれませんかと。っていうふうに、逆から話を持ちかけるってことももちろんあるからね。よし。で、まずは話を持ちかける。これが申し込みって言って。で、次のスライド言って。次のイラスト言って。これに対し、おつからこうに承諾。わかりました。この値段で買えますね。承諾。OK です。イメージは OK。で、ここで契約は成立します。ここで契約には成立します。ここで契約になっちゃいます。これで契約になっちゃいます。なんかね。これ、値段で買いませんかね？いいっすよ！これで契約です。ちょっとね、次のページ行ってもらっていい？
これ次のページね、ちょっと分かりづらいんだけど、これね、順番が、話の順番があると思って。上から下に時が流れてる。上から下に順番になってると思って。話を持ちかける、OK 出す、契約書を作る、金を払う。今の私の説明だと、どの時点で契約だってことなの？ここで契約成立です。はい、言ってしまえば、買いますよ。買いますよ。契約束の時点で成立なんです。契約束の時点で成立なんです。ちょっと横のあたりまだ書けそう。あ、ごめんなさい。学生契約って字を入れてくれる？学生契約。ちょっともう一個開こうかな。学生契約。で、もう一個、用物契約っていうのがあった。用物契約。でね、これね、契約のグループ名と思って。契約のグループ名。あのね、これから皆さん契約のために200個ぐらい見る、200個以上の契約を見るんだけど、200個以上の契約はね、ほとんど9割方が学生契約ってグループに入って、ごくごくね、10個ぐらいだけね、用物契約ってグループに入ります。ほとんどの契約が学生契約ってグループ。もう本当に5個、10個ぐらいだけが用物契約っていうグループになります。で、これ何かっていうとね、特徴がね、まだいける？ダメの使い方。これ、承諾の諾ってわかる？承諾で成立する。承諾で成立する。承諾で成立する。承諾時点で成立する。承諾時点で成立する。こういうのを学生契約って言います。でね、一方、用物契約っていうのは、用物契約っていうのは、物を渡して成立する。物を渡して成立する。物を渡して成立する。こういうのが用物契約ってグループなんです。で、この用物契約、これ、ね、代表例が、借金の契約です。借金の契約は、お金渡して成立なんです。借金に関してはね、お金渡して成立になるが基本なんです。まあ、借金の契約の正式名称はまた後日説明します。
でね、契約のほとんどが学生契約なので、要物契約の時は、要物だよってことを散々言いますので、何も言わなければ学生契約だと思って聞いてください。あ、雑談。これ一般的に物って呼びますよね。これは。実はね、これ関係ですよ。物っていうと、この二つが区別つかなくなっちゃうんですよ。なんで、法律ではね、こっちを物、下を物って言いやすいんです。上を物、下を物って言いやすいんですよ。なので、まあ、例えば、そのなんか、まあ、昔あったんですけど、まあ、ファミレスかなんかの時にね、物はどうした？物はどうした？で、後ろ見たら、法律の関係者でした。法律の関係者。よかったです。物はどうしたって、法律の関係者でよかったです。あっちの方向じゃなくてよかった。なんで、物って言葉って、あんまりね、この言葉使うのっていうのは、本当に法律の関係者と一定の範の方ぐらいじゃないかなと思うところです。やめましょう、これ以上は。というところで、ちょっと皆さん、このままね、下の方に、資格枠があるの見つかるかな。555条っていう資格枠。これね、条文を示してると思って、こういうふうに資格で食ってる場合は、条文を示してると思って。これ実際の6本に載ってる条文なんですよ。ちょっと一回ね、2行読んでみて。これね、約する、約束するぐらいのイメージね。約する、約束するってぐらいのイメージね。約束、約する、約するぐって、約束するってイメージね。っていうことで、これね、お金を渡して効力が生じるとは書いてないんだよ。お金を渡して効力が生じるとは書いてないんだよ。それでいいから。多分皆さん勉強するときって、多分弁護士さんとか見るとね、人の頭の中には6歩が詰まってるんだろうなって思うかもしれません。多分詰まってない。見ればわかるけど、条文をね、そらんじて言えるっていうのはね、あまりないです。私仕事柄ね、言えて、20個とかな、つらつら言えるの。でもそれ以外ね、暗証でき、覚えて、言えませんし、実は。法律勉強で、やりがちでやっちゃいけないこと一つ。条文を音読する。まあ、音読はまだいいよ。条文を古文のように覚える。やりました、ね、昔やりませんでした、古文で。スルルルのままに日暮らし、振り見て、うんぬんかんとかね、無理やり覚えさせられました。もう今はもう忘れましたか。スラスラ言える必要は全くありません。条文は、理解の助けで使います。条文は理解の助けで使います。暗記の道具ではありません。暗記の道具ではありません。理解の助けで使います。理解の助けのために使うのが条文です。だから、あった方が理解が早まる。理解が早まる。というだけなんですよ。だからね、実は使ってない人もやっぱ多い。使ってない人が多いというか、むしろね、使ってない人が多いです。もう最後になると。最後の方に使ってない人がむしろ多いです。だから、この条文が覚えなきゃいけないとかね、思う人はないし、書かなきゃいけないとかね、そういうことも思う人は全くありません。じゃあ、ちょっと理解の達成で確認してほしいんだけど、契約書を作るって言葉が入ってる。ないでしょ。契約書を作ってなんて一言も言ってないでしょ。実は、この契約書作成。不要です。契約書作成は、売買契約の要件の中には入っていません。
コンビニでお茶を買うときにわざわざ契約書作って実印をした方って多分いないと思います。こんなことやったら終わりませんからね。これ、契約自体は紙にする必要はないんですよ。ただ、紙にしとかないとね、後々言った言わないで揉めやすいんです。あ、ちなみに、チロルチョコ1個で言った言わないで揉めるってことは多分ないんだ。チロルチョコだったら。でも、家だったら、4333万だよね。いや、4233万って言ったけど。いやー、揉めますよ、これ。高額な商品は契約書を作る。証拠にするため、高額な商、売り買いは契約書を作ります。証拠にするためです。高額な場合はね、契約書を作ります。証拠にするため。証拠として作るという意味はあります。ここまででしょうかね。証拠として作ると。で、ちょっと今から言うのはあまりメモらないで、聞き流すだけにして、今までこれが一応ヘリックスね。ヘリックスね。ヘリックスね。で、現実どうかって話をするね。現実どうかって話をすると、現実ね。ここで、例えば、カナティよ。5月、カナティがね。5月1日、5月3日、5月5日とした場合ね。した場合ね。現実はね。1日に申し込んで、3日に OK したんですよね。これ、あくまでも仮って形なんだ。仮。あくまでも仮。これはね、一回申し込んだんだけど、これ法律上の申し込みじゃないから、法律の申し込みじゃないから、ちょっとこれあくまでも仮のとこだ。あくまでも仮のとこだ。仮のとこだ。OK。これもあくまでも仮。あくまでも仮。で、5日に2人で会って、契約書を交わすところで、初めて、ここで申し込みをして、承諾をしたってことをね、形取ることはほとんどなんです。5日に契約書を作るところでね、ここで初めて、いや、今までのは仮で、これからが真の申し込みだ。行くぞ真の申し込みと。あ、真の承諾っていうふうにして、ね、この5日で実際契約になったって扱うのは一般的だよね。一般的な契約書を作った日がね、契約日になったら大体そういうんだと思ってから。まあ一応それは置いといて、あとね、全く別にね、友達とかでね、ねえ、これさ、欲しいんだけどいい？あ、あげるあげるって言って、もらったら、勝ちですよ。お前くれるって言ったよね。お、言ったけど。契約はな、契約とかで成立なんだよ。って形で、まあ、実際にはそういうふうに、まあ、落とし込んでいいかとか別としてね。実際に口約束で法律的にはなっちゃうんだけどね。実際の、今の話と大体高額な商品の場合はちょっといろいろ変わってきますので、あまり現実の話に落とし込みすぎないんですから。では、これぐらいにして今度は13ページの方に行きましょう。次、ポイント。売買契約の効果。何が起きるの？代金債権、債務。引き渡し債権、債務の発生。所有権の移転。ちょっとこれね、言葉、ちょっと押さえてください。代金債権と言います。債権。この債権っていう言葉はね、請求する権利っていう意味なんです。請求する権利。で、一方、債務というのは、応じる義務。応じる義務。で、この部分を根っこから説明していきます。下のね、次のスライド、イラストを見てください。色をつけますが、皆さん色をつける必要ありません。この状況。売った方が、この矢印を持っている状態。ちょっとここだけ、皆さんも文章見てくれない？色つけなくていいよ。この赤字だけ。こう表現するの。売り主は、二
買い主に代金債権を持つって表現します。売り主は買い主に代金債権を持つって表現します。とまいります。じゃあ、この意味は何なの？ってところで、詳しくいくと、これ、皆さん、これからね、この債権って矢印を見たら、何々しろって意味だと思ってる。何々しろ。左の方から右の方にこれをしろ。左の方から右の方にこれをしろって言える状態だと。つまり、この絵で言うと、この絵で言うと、売った人は、買った人に、代金払え、代金払え、と請求できる。売った人は、買った人に、代金払えと言える。売った人は買った人に代金払えと言える。でね、ただこのね、代金債権っていうのは、これね、代金債務って呼び換えることもできるんです。代金債務って呼び換えることができるんです。これちょっと表現ね、ちょっと書きます。表現ちょっと言うと、買い主は売り主に代金債務を負うって言ったりします。買い主は売り主に代金債務を負うって言ったりします。これは義務ね。義務ね。買った方は、売った方に代金を払う義務。買った方は、売った方に代金を払う義務がある。買った方は、売った方に代金を払う義務がある。ちなみにね、よくよく考えるとね、これ、まず言っとくね。この上から言うと、売った方は買った方に金払えと言える。当たり前やん。売った方は、買った方は売った方に払う義務がある。当たり前なんですよ。この当たり前のことを難しく言ってます。当たり前のことを難しく言ってるの。ただね、これからね、この難しい表現でずっと繰り返されるから、難しい表現出てくるから、わかるからといって手を抜かないように。買った方は売った方に代金債務を負う、金を払う義務があると。で、あとはね、この債権債務なんだけど、これね、使い方なんだけどね、ちょっとここ、軽く色つけるよ。これね、矢印を持っている人から見たら、債権って読むって。矢印を持っている方から見たら、債権って読む。矢印を追ってる方、刺さってる方からは、債務。刺さってる方からは、債務って呼ぶんだってこと。ちょっとアップさせるね。矢印を持ってる方、矢印を持ってる方からは、債権。権ね。請求できる状態。逆に、
刺さってる方からはやんなきゃいけないんだと、やんなきゃいけないんだと、刺さってる方からはやらなきゃいけない義務っていう意味だと思ってた。一本の矢印をどっちから見てるかって言い方ね。はい。じゃあね、ちょっともう一回これ練習、もう一個練習しましょうか。ページの方はめくりまして、14ページの真ん中のイラスト。売り主、買い主、引き渡し債権ってところ。売り主、買い主、引き渡し債権ってところ。よいしょ。ちょっとね、これ、土地のマークでも書いておくともっとわかるかもしれない。これ土地の絵でも描いてて。土地の絵でも平行四辺形ぐらいしかできないんですよ。うん。じゃあ行くよ。この引き渡しの矢印を買い主側から見たら、これは何、何これは債権ね。債権ね。具体的には何ができるの、何が言えるの、買った方は、売った方に、早く土地は、土地渡せと。買ったものを渡せと言える。買った方は、売った方に渡せと言える。買った方は、売った方に渡せと言える。じゃあ今度逆やって。売った方から見ると。売った方から見ると、これは債務。売った方から見ると債務。売った方は、買った方に物を渡す義務がある。売った方は、買った方に物を渡す義務がある。当たり前のことではありますが、それは難しく言ってます。ただ、このあたりを逃してしまうとね、そのうちだんだんこけてしまいますので、もう一回で繰り返していきます。買った方から言うと、これは引き渡し債権。買った方からすれば債権。引き渡しを請求できる。売った方からする、刺さってる方。刺さってる方からすれば、これは債務。引き渡しをする義務があるんだと。ちなみに補足ですが、これ今やってるのは道徳じゃなくて法律ね。だから従わないと強制力が待ってます。これ後でやる内容ですけどね、もし売った方が渡さないっていう場合は、最後裁判所の方がやってきて強制的に取り上げてこっちに渡すと、強制的に取り上げて渡すってことも可能です。またその話は民事執行法で説明します。はい。以上で売買契約の効果、一つ目おしまいです。代金債権、引き渡し債権が発生するってことです。もう一個あります。14ページ、次のスライドを見てください。14ページの下の方のイラストを見てください。はい。そこの方に、14ページ、次のイラストの方にね、項の下に、所有権って書いてますね。所有権。この所有権っていう権利があるんです。自分のものだと言える権利。自分のものだと言える権利です。
土地を売り買いします。はじめ、自分のものだと言える権利はどこにあるかって言ったら、誰が持ってるかって言ったら、これ多分売ってる方が持ってるんですよ。買ったら、誰が俺のものだと言えるかって言ったら、もちろん買った方が言えるはずですよね。ってことで、絵の方の矢印を見てほしいんです。はい。こうは、所有権を持ってる。買うことによって、これが、オツの方に動く。これをね、法律は、移転って言葉を使うんです。移転。残念なこと言います。法律は漢字が大好きです。漢字が大好きです。所有権移るでもいいはずです。所有権は移るでもいいはずです。ですが、これね、法律はね、これを合わせて、所有権移転って一文字で言うんです。所有権移転。よろしいでしょうかね。で、これが売買契約の効果ということになります。で、右のページの方にスライドで絵でまとめています。イラストでまとめています。15ページの方ね。売った方を買った方に引き渡し代金の矢印、あと所有権はピッと移るというのがまとまっております。で、常識のマークを入れてください。この図の方か、もしくは13ページのポイント。13ページのポイントってところか、15ページの、どちらも結構です。常識のマークを入れてもらって、これ隠してすぐに言えるように、隠してすぐに言えるようにしてください。13ページのポイント、もしくは15ページのスライド部分に常識というマークを入れてもらって、こちら、ちょっと、ね、今隠してで構いません。ちょっと軽い宣言をしてみてください。はい。また後にもね、言いますが、とにかくね、暗記してほしいってところに関しては、隠してすぐにポンポン出るように、その訓練をちゃんとやってってください。以上でまずね、売買契約の効果自体はおしまいということになります。で、ちょっとここから派生をお伝えしたいと思います。ページは16ページの方に行ってください。上の方にね、法律要件売買契約、法律効果っていう風になってます。で、これどんな組み合わせかと言いますね。ちょっとこれ下の絵も使っちゃおうか。これね。下の文章も使っちゃいますと。何があったら、何が起きる。何があったら何が起きるっていうのをまとめた図なんです。何があったら何起きる。で、ちょっとこれ、もう一回確認しといたね。売買契約があったら、右側、代金債権、引き渡し債権が発生する、所有権移転が起きると。何があったら何起きるって組み合わせね。よろしいでしょうか。で、嘘は書きたくないからね、このように書いたんですが、ね、もう皆さんね、この法律要件って言葉はね、定義皆さん忘れてます。なので、法律要件って言葉は、意識しなくていいです。実は調べなくていいです。法律効果ってこともね、あんまり調べなくていいです。単純に何があったら何起きると。で、構いません。で、民法の学習はね、これをやることなんです。民法の学習の9割以上が、
何があったら何起きますかと。これを細かく勉強するんです。どういうことがあったらどんなことが起きますか。これをね、一個一個覚えていくのが民法の学習なんですよ。で、ちょっと今回、あと二つご紹介しようと思います。何があったら何起きるっていう手紙。下のイラストの方、次のイラストを見てください。相続があったら、横、権利義務の包括承継が起きる。権利義務の包括承継が起きる。で、相続の下、人の死亡って書いてますね。人が死ぬと相続が起きる。人が死ぬと相続が起きる。そうすると、権利義務の包括承継が起きる。まあ、説明しましょう。右のページの一番上のイラストを見てください。そこに A、親。下に B、子供。で、A の親の横の横。A の財産。土地、建物、現金、代金債権、代金債務。引き渡し債務。こんな状態でした。いろんなものを持ったんですね。で、何があったかと。ちょっとつけちゃいましょうか。A、ここですが、ちょっと親。ちょっとバッテンつけてください。死んでしまったと。はい。死ぬことによって相続というルールが発動します。死ぬことによって相続というルールが発動します。でね、ちょっとこれ頑張ってね。肩書きがつくんです。いろんな方にね、肩書きがつくんですよ。これ、まずね、死んだ方を、非相続人。死んだ方に、非相続人という肩書き。で、一方、生き残った方、ちゃんとした定義後で言います。で、生き残った方を、相続人と言います。あのね、非っていうのは死んだ方だよね。非ってつくのは死んだ方ね。で、あとね、この A の財産のこと。これ、一般用語では、これ遺産と呼ぶと思うんですが、一般用語では遺産と呼ぶんですが、法律上では遺産って呼ぶことがあまりなく、相続財産っていうことが一般的です。相続財産。じゃあ、死んで肩書きがついたら何が起きるのと。ちょっとこれね、イラストにちょっと手を加えますが、皆さん見るだけ、まず見るだけにしてください。これね、ここなの。まとめてドン。次の絵を見てやって。次のイラスト見てやって。父親の財産が全部一つに含まれます。一つに囲われて全部降りる。一つに包まれて全部降りる。一つに包まれて全部降りる。こちらに、いつきのイラストに、包括承継って字があるでしょ。包括承継。これは、イメージで言うと、包んで一括してっていうのは、包んで一括一括しております。組んで一括しております。
先生のバカっぽくなって申し訳ないんですが、とにかくね、相続といったら、まとめてドン、まとめてドン、全部降りるってイメージを持ってほしいんです。で、まあ、ある年ね、なんか、まあ、バカっぽいこと言うのやめようって、まとめてドン一回ぐらいしたんですよ。そういったらね、後々の論点でみんな、あー死んでいくんですよ。だから、もう、いや、もうやっぱり、まとめてドン、まとめてドン、まとめてドンと、散々言ったんですよ。そういったらね、後の論点がみんなすんなり入るんですよ。あー、やっぱ、言っとくべきなんだな、と、っていう思ったんで、言っときます。積んで、まとめて、全部降りちゃうってこと。何にも残んないよね。何にも残んないの。一つたりも残んないの。で、これね、降りてくるものって、色ってなっていいかね。嬉しいものから、嬉しくないものまで降りてるのね。嬉しいものから、嬉しくないものまで降りてるんですよ。次のページにね、まあ、気持ちはわかるけど許されないイラストの方がいらっしゃいます。次のページのね、一番上、18ページの一番上。相続人。僕、義務ってあんまり好きないんだ。だから、それ以外が欲しい。こういうね、舐めた真似は許しません。舐めは許しません。もらうときは全部もらってもらいます。その下に。896っていう条文があります。これ、一回ね、ただしからの一行は、ちょっと書く。ただしからの一行はね、後でやるから、まず一行目だけ読んでくんない。ちょっと丸つけられる？僕は最後は嫌です！義務は嫌です！これが許されないものがどっかない？あと、まとめてドンっていうのを表したことがない。まとめてドンっていう表現が。よいしょ。いけたでしょうか。ポイントは2点ね。一つは、一切の全部だよってことね。全部来ちゃうよと。もう一個は、義務まで来ますよ。義務まで覚悟してくださいねと。義務まで覚悟してくださいね。ありがとうございます。で、ここ、ただしのところについては、後々の講義で説明しますので、ただしのところについては、後々の講義で説明しますので、今日ははまらないようにしてください。じゃあ、これで二つ目のね、何があったら何を起きるは、ここまでにしましょう。ちょっと早いんですが、少し1時間ぐらい来ましたので、少しまた軽い休憩をしてから、あと30分ぐらい行きましょう。ああ、先ほどもちょっと言ったんですけどね、別にこれ、用語をね、用語の定義とか覚える必要はないんで、本屋さんに行ったりとかして、辞書を買ったりとかっていう数字は全くありません。法律用語辞典とかね、買っても多分使いません。どうしても知りたければ、多分ね、スマホの方が早いです。で、また、定義でね、必要なものがあれば、私も散々言いますので、その時にね、覚えていってください。で、またいろんな時に言いますがね、基本的には皆さんね、この講座を取った場合は、本屋さんには行かないでください。本屋さんに行って買うものはないです。なので、一切本屋に行かないでください。で、私は結構持論でね、本屋に行く回数が多くなればなるほど、受験回数が増えると思ってるんです。もうね、いらないものばっかり買うんですよ。
なんで本当にこちらの指示したもの、もちろんね、本屋さんに行ってこれ買ってくださいってありますからね。それはあるんだけどね、私が指示したもの以外をね、買うと大体長くなってるという傾向がありますので、本当に、渡された教材だけをしっかりやっていってください。で、今までの受講生で、まあ持ってきてるもの、まあもちろん六法とかね、私が言ってないもので持ってきてるなっていうのを見ると、もちろんペンとかを持ってきてる人も結構いるんですよね。最近多いなってものがね、なんだろう、辞書。法律辞書じゃなくて、普通の辞書。電子辞書ってやつ。なんか、言葉があった時に、まあ、普通は一応翻訳はしますけどね、なんだろうって思った時にね、こう辞書で調べると。いう方はね、最近増えてきたなって感じがします。別に必須でも何でもありません。別にスマホで何とかできますから。なんで、そういう方は多少いらっしゃるかなってぐらいかな。でも本当にあとはね、言ってきたものだけで全然構いませんね。じゃあ次の組み合わせ行きましょう。今度は18ページ真ん中のイラストです。不法行為というものです。左から。不法行為があると、右、損害賠償債権が発生する。っていう組み合わせ。もうさっきと違って、多分、とっかかり何までもないと思うんですよ。これね、次のイラスト見てください。典型例は、交通事故です。典型例は、交通事故です。で、右のドライバーが、左の方を跳ねました。右のドライバーが、左の方を跳ねました。で、そこにマイナス100万って書いてますね。これは、治療費とか、働けなくなった分の給料って思って、治療費とか、働けなくなった分の給料って思って。誰かな？もう一回ね。治療費が30万かかっちゃった。働けなくなって本当は70万入ってくるの、70万入んなかったと。本当は入ってくるのが入ってこなかったと。そんなイメージね。はい。ってなると、これは X 側は、きちんときますよね。なんでこんな目に遭うの？俺はと。ってことで、さすがにね、引かれたから、俺も引きたい。さすがにそれはダメ。引きたい、俺はさすがにダメ。右側の絵、一番上に行ってください。ちょっと数字入れようか。X から Y。損害賠償債権、金額、100万。もうちょっと、すいません。これ、うまくさん。すいません。失礼しました。うん。じゃあすいません。ちょっとトラブルになります。ごめんなさい。損害賠償債権の上に、ね、100万円とちょっと書いてね。損害賠償債権の上に、ね。100万円って入れて。はい。で、これね、債権って書いてますから、何々しろだよ。何々しろね。左の方が右の方に100万払え。左の方から右の方に100万払えと言えるのね。左の方から右の方に100万払えと言えるのね。で、こんなように、この不法行為というような交通事故があったら、被害者側は払えって言えるんだと。損害分を払えって言えるんだと。ちなみにこれ、後でね、本体に、実際の講義なんてあれやりますけど、何が損害かが難しいんですよ。今、働けなくなった分って言ったじゃないですか。私跳ねるのと、ビル・ゲイツ跳ねるのは違いますからね。わかります？私が一日働けなる分と、ビル・ゲイツが一日働けなくなる分、だいぶ違うんですよ。
まあ、そんなにね、何が損害で、どういう金額が請求できるかは、また本体になったらね、説明しようと思います。じゃあ、この不法行為、どうやったら完成するかを見てみましょう。下に条文があります。709。でね、このね、709だけは、条文番号が有名すぎて、みんな覚えてます。これね、番号ごと覚えてる人が多いです。709は、あまりにも有名すぎて、もうね、あまりにも有名すぎて、ほとんどの方が覚えてます。だから結果ね、覚えちゃうと思って。709、不法行為で、結果覚えちゃうって思って。見ますと、故意または過失によって、他人の権利、または法律上保護された利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。でね、これね、加害者目線で書いてあるの。加害者目線で。加害者は払う義務があるよね。加害者目線で書いてあるのね。よし。でね、ちょっとこれ、必要な要素3つ覚えて。必要な要素は3つ理解して。1つはね、故意または過失っていう要素。故意または過失っていう要素。交通事故で、故意。いけ！あのね、わざとって意味です。故意はわざと。故意がわざと。で、過失って書いてあるのは、うっかり。本当は、不注意って言うべきだよね。不注意の方がいいか。不注意、うっかり、不注意。これは過失って意味です。なんで、交通事故だと、こう、行けっていうのは多分故意だと思うんですよ。ガタッタあーすいませんちょっとこっち見なくて多分これがまあ過失だと思うんですよね。で、もう一個の要素。それが、ここです。損害って要素です。損害。だからね、例えば、皆さん今日帰りに、三輪車に引かれたとしましょう。多分向こうがね、三輪車、って引いた場合ね、多分、損害は多分ない、引かれるって大体ないか分かんないし、多分、無理だこれは。だからね、実は日本の法制度ね、損害がない限り、請求できないんですよ。損害がない限りはね、請求できないんです。で、本当は他にもいっぱいあります。必要な要素はいっぱいもあるんですが、まずこの二つ。故意または過失と損害。故意または過失と損害。これを押さえておいてください。ちょっとね、もう一回条文を見てもらって、今から言うんで、心の中で丸かバツか言ってください。この709条は交通事故に限定した条文である。どう見てもそう読めないよね。いいんです、これで。これね、709条は損害賠償をしたいとき、オールマイティで使える条文です。損害賠償をしたいときのオールマイティで使える条文です。ちょっとね、無理関係がね、これから言うの。例えば使用料としてはね、使用例としてはね、離婚した時の慰謝料。離婚した時にね、相手が浮気したと。相手が浮気したって言った場合ね、こっちに精神的なショックがあったと。おそらくその相手は恋があると思うんですよ。過失で浮気ってあんまりないと思うんで。
向こうに恋がある。で、こっちには精神的なショックがある。賠償請求。こんなようにも使えるんですよ。あのね、とにかくまずね、損害賠償って言った場合、基本がこの709と思って。損害賠償って言った場合ね、基本が709って思って。損害賠償って考えた場合ね、大体まず709から考える。その大体ってなんだろうと。まあ次回言うんだけど、オールマイティで使える分、弱いんだこいつ。オールマイティでいろんなことで使える分ね、弱いんだ。だからね、これよりね、いい損害賠償の条文があったら、大体そっちを使う。大体いろんな場面に使えるけど弱い。もっといい損害賠償の条文があるときは、大体そっちを使います。よし。以上で3つのペアがおしまいです。何ページだっけな？16ページから17ページまで3つのペアリング。3つのね、何があったら何起きる。3つの何があったら何起きるをもう一回確認してみてください。これぐらいにしましょうか。ちょっと次の章、少し触りが入っちゃいますが、やっちゃいましょうか。ページの方は21ページ。次の章に入っていきます。まあ、ほぼ触りかな。代理制度と書いてます。でね、これは本試験で、3年あったら2回は出るっていう論点です。3年あったら2回は出ます。司法書士のお仕事は代理業です。そのためね、代理のルールは細かく聞きやすいんですよ。代理業なので、お仕事自体が。代理って一般的にも使いますよね。なんか人にやってもらうってイメージ。でもね、この人にやってもらうには、実はね、二つあるんです。ちょっと言いましょう。一個目のスライド、パターン1。これ、後で定義ちゃんと言います。次回かな。本人、頼む方持って、頼む方、頼む方。これ本人って思って。頼む方、本人って思って。ええ土地買いたいな。右、頼む。これ買ってき、ええ土地買ってくんない？で、もっと言うとね、値段は任せるか。値段は任せるか。で、右の真ん中の代理人って方。頼まれた方と思って。頼まれた人って。右の方、申し込み。A 土地を1000万で買いたいっす。これはね、代理ってやつなんです。で、この下。本人。一番下のスライドね。本人。A 土地を1000万で買いたいな。内容は全部決めてんの。内容は全部決めてんの。悪い。忙しいからさ、この内容で申し込んでくんない？あ、わかりました。で、頼んで、右側。A 土地を1000万で買う。こういった場合、この方は、死者って言われるんです。
あのね、この違い、代理都市社って何が違うかっていうと、ちょっとこれ上の方に絵があるから、ちょっとこれマルチしよう。マルチしようか。ここに、裁量って字がない。裁量。裁量。これで決まるんです。裁量。何かっていうとね、あのね、A 土地を買ってきてくれと。3000万以内なら任せるから。これは代理。裁量を与えた場合は代理です。裁量を与えた場合は代理です。一方ね、あのね、内容を全部決めてんの。全部決めていって、いいか、あの土地を買ってこい。値段はこれぐらいな。引き渡しにはこの日だからな。で、お前、言いに行くだけ行ってこい。って言って、行かせるのは、支持者なんです。裁量が全くない場合は、支持者なんです。で、あの、一般的なことでお願いしたいんだけど、あの、子供に頼むお使いってどっちでしょう？悪い、あの、太郎、何それ、あの、タバコ買ってきて、わかった！最近父さんと釣り釣りだからな。すいません、1ミリのやつ買ってください。1ミリくださいと。多分違う。お使いって、多分裁量がない。なんで、お使いは死者だと思われます。裁量がちょっとでもあれば代理。全くなければ死者。って形で使い分けをしてください。はい、よろしいでしょうか。で、じゃあその代理ってどんな話なのってことを言いたいんだけど、多分これやると延長する。初回から延長は印象が悪くなる。なんでやめておこう。で、ちょっと今回初回ってことでちょっと延長しないんですが、実際本体になりますと、土曜日の講義は多少5分から10分ほど延長します。平日と、休日がありますが、平日と休日がありますが、平日はできるだけ延長しないように転がりますが、土曜日曜の講義は大体10分程度は延長してしまうことだけご了承ください。今日は時間通りに終わらせたと思います。なんで、今日は22ページの第1節の前まで。今日は22ページの第1節の前まで、ここまでやるようにしてください。じゃあ、ちょっと復習の話に行きたいと思います。よいしょ。ちょっとお時間取りましょうか。復習何をするのか。ちょっと画面の方を出しますので、軽いメモでも構いませんので見てください。軽いメモで構いません。
こういうの復習ですが、イラスト、皆さんね、イラストごとに載ってきましたので、イラストと自分のメモをどんどん読んでってください。で、イラストを読んだら、その人の文章を次に読んでください。これによって、イラストを一回見ること、一回、イラスト読んで一回、で、文章を読んで二回目の作業、二回目のね、インプットができます。で、今回ね、ところどころあるんですが、一箇所だけかな、一箇所だけなんですけどね、20ページの方に、実は問題があるんですよ。20ページの方に問題があるんです。で、これを、全部がね、全部の内容載ってるわけじゃありませんが、これを確認程度に最後やってみてください。そして、そのね、やってる作業の間に、暗記作業があれば、ちゃんと隠して宣言する。隠して宣言するっていう作業を、暗記作業もちゃんと一個一個細かくやってください。で、時間としては、2日でやってください。今日絶対1回やって。その日の復習が一番頭に入るから。で、その後、明日やるか、来週の講義の前にやるか。明日やるか、来週の講義の前にやるか。やってください。はい。明日から来週の講義の前。で、復習する時間ですが、今日と明日を含めて、3時間以内で収めてください。3時間以内です。以上じゃありません。以内です。これから、だんだん、講義数が増えてきます。例えば、水曜1コマ、日曜2コマになったときに、日曜2コマになったときの復習時間、やっぱり多く取れないんですよ。多分、今の段階だったら復習点、7時間、8時間、9時間できるんです。でも、それが1週間で3講義になったときに、多分消化できないんですよね。やりきれなくなっちゃうんです。もともと9時間かかるって体を作っちゃうと、9時間かけなきゃ終わんなくなっちゃうんです。もう言っちゃえば、短ければ短いほどいいです。もう全体構造の復習は短ければ短いほどいいです。3時間以内と言いましたが、もう今日の内容であればね、今日多分、もう、その、講義ノート入ってからそんなないので、多分2時間もかかんないと思う。本当に短ければ短いほどいいと思って。長くかかると、今ね、本体に行った時本当に復習がやりきれなくなるから。短い時間でも終わらせる体を作ってほしいんです。で、そのためにちょっとやってほしくないことがいくつかあります。NG な復習法。もう、まずはね、ノートを作るです。これが一番やっちゃいけない復習です。ノートを作る。これは何があってもやっちゃいけません。まとめようと思ってノートを作る。で、それやると多分ね、ほとんど書き写しになります。そして最後まで多分終わりません。まあ今やんないのかな。昔、自分が受験生の時にね、高校、大学受験の時にね、日本史まとめノートって作ってるやつがいたんですよ。で、そのね、まとめようと作ってるやつはね、もうね、すごいんですね。縄文時代と弥生時代まですごいんですよ。でもね、いきなりそれ終わるとね、なかなかもう終わってるんですよね。で、どうしたんて、もう疲れてやめたとかって言うんですよ。もう毎年縄文時代だけすごいんですよ、そいつ。もう大体多分できないんですよ。で、最後までできないことはやるもんじゃありません。なんで、ノートを作るのは絶対にやめてください。もうとにかくね、この落とし込んだ、この紙だけにどんどん書いてください。で、それと並行するんですが、書きながら覚える。これも最後までできません。
あのね、書きながらやるって言った方が頭に刺激があるからいいと思うんですが、実はね、効率がめちゃくちゃ悪いんです。書くって時間は、時間は取られるし、手は痛めるし、すっごい効率悪いんですよ。でね、これね、初めのうちこれやっちゃうでしょ。やっちゃうとね、書かないと覚えられない体になっちゃうもん。もうそうなったら終わり。もうね、学習時間がとんでもない数になっちゃうの。だから絶対書きながらってことはやらないようにしてください。でもね、そうするとなかなか印象に残らないと。とか言うので、話すは OK です。話す。口に出す。むしろこっちの方がいいです。で、あの、試しにね、あの、さっき、何ペ一番いいのはね、これかな。ノートの7ページの図、ノートの7ページの図があったじゃないですか。このノートの7ページの図をね、多分、うちに帰って、見ないでね、ずっと、あの、見ないでね、話してもらう。見ないでね、説明してもらう。これね、相当頭に残るんですよ。あのね、頭に残ってない、口に出ないんですよ。で、こっちの方がすんごい記憶に入ります。書くぐらいだったら、喋った方がすごい頭に残ります。で、私なんかね、受験生の時に、どうしても覚えられないものがあったらね、お猿の人形を置いてね、いいかいお猿くん、これね、まずはね、訴えるんだ。で、訴えた時に、ね、嘘をついてません。だからね、審理をするんだよ。で、それで勝ってね、大体払ってくれよ。払わない場合はね、強制的に、あと、強制的にやるんだよと。こんなようにね、説明するっていうのは、本当に頭に残ります。で、しかも早くできます。まだこっちの方がいいです。よいしょ。って形で、ノートを作ったり、書きながら覚える作業。これは絶対にやめてください。で、また、まあ、細かいところを言うとね、あとね、まあ、これ任せます。書き方は。線を引く作業。これ結構いるんですよ、線を引くって方。何かっていうと、例えばね、じゃあここに、例えばちょっとこの文章を読むときにね、文章を読むときに、こうね、ずーっとね、全部に線を引くんですよ。で、ね、本人はこの線を引くことによって強調してるってイメージなんだけど、これね、線を引いてる時間はね、もう引くことが重視だから読まないんですね。あのね、あんまりこれいいことないんですよ。あ、いいことはね、裏面が少し汚くなる。勉強した感は出るんだけど、あのね、やってる意味はほとんどなくなって、だんだんね、これ、どんどんいかなくてね、1回目この色で塗って、2回目はね、別の色で塗って、で、3回目は別の色で塗ってとね、もう塗ることが優先するんですよ。これ、ね、線を引くって、意外と頭使わないから、これもね、作業から外した方がいい。だからね、もういろんなことを言いましたが、とにかくね、今回、復習が2時間以内で終わんなければ、もうやっちゃいけないことをやってると思ってください。2時間以内で終わんなければね、やっちゃいけないことをやってると。って思ってください。ってなると、初回からなんだかんだで延長です。ごめんなさい。多分ね、時間が少し余ります。てか絶対相当余ります。なので、ぜひね、あなたが、司法書士を目指したいと思った動機づけを、これを何か残してほしいんです。紙なり何なり残してほしいんです。司法書士試験を途中でやめられる方はいらっしゃいます。それは辞める理由としては、ご家庭の理由とか、勉強ができなくなったと。もうそれはしょうがありません。もうそれに関しては私も、本当に申し訳、本当はね、それに関しては何も言いませんが、それ以外で辞める方、まあもちろんね、勉強についていけなかったとかね、いろんな理由があるんですけど、ぶっちゃけ言うと、大体の方にはね、共通するのが、司法書士になりたいっていう動機づけが弱いんです。動機づけが弱い方って、辞めるときすぐ辞めちゃうんですよ。動機づけが強い方ってね、最後まで粘ります。で、その動機づけっていうのは、
かっこいい動機付けの必要はないです。何歳までに独立して、何歳までに年収をこれぐらいにする。もうそういった俗っぽい方がむしろ残ります。形に残した方がいいです。ぜひね、この全体行動3回の間に、なんでなるのか。自分の動機づけをしっかり作ってください。あ、これ本当に最後です。全くメモリスはございません。こちら講義の質問については、インターネットフォローというのがあります。教えてチューター制度というもので、イメージで言うと質問メールを飛ばすみたいなイメージです。本当はメールじゃありません。メールじゃありませんので、こちら側は、ちょっと皆さんのメールアドレスは把握できません。掲示板に書き込むと、回答者が回答するって形になっています。で、こちらの方で、対応しております。で、基本、私じゃない、スタッフの方が回答しますが、私の方も、まあ、できれば、時間があるときはね、回答いたします。なんで、もし何かあれば、投稿してみてください。ただ、申し訳ないんですけどね、今回根本先生に答えてほしいですとか、ちょっと投稿されても、ちょっと私の仕事の関係上答えができるという保証はありません。ただ、できるだけ私も回答しますので、もし何かあれば、こちらの方にご投稿ください。ということで、ここまでいたしましょう。長くなってごめんなさい。ここまでいたしております。では、以上で全体構造編第1回目の講義が終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。